ピナです。ピンク、ラテ、TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画は鬼滅クイズです。イエーイ。今日はピナが先生になって鬼滅の刃について解説するので、ピナは4人にクイズを答えてもらいます。クイズは不正でアピールをして、はいはいって結構アピールをして当てます。はい、優勝者には豪華景品もありますので、皆さん頑張ってください。じゃあ早速やっていきましょう。どうぞ。はい、ということで、じゃあ鬼滅の刃について解説をしていきます。はい、お願いします。お願いします。はい、まずあらすじをまず紹介していきたいと思います。主人公の鎌田炭治郎君は、母親と4人の兄弟たちと山奥で貧しいながらも幸せに暮らしていました。しかし、ある日炭治郎が仕事から帰ってくると、何者かに殺された家族の姿があります。唯一生き残った禰豆子を見かしてしまい、炭治郎に襲いかかってきます。そこに現れたのが殺隊の剣士、富岡義勇さんです。あれ彼らの攻撃によって炭治郎を立ち上がり、禰豆子を人間に戻すための旅が始まります。ありがとうございます。はい、主人公の鎌田炭治郎君についてやっていきます。炭治郎君はですね、鬼滅の刃の主人公で、鬼を倒す組織鬼殺隊に所属する剣士です。呼吸は水の呼吸と神神神楽、火の呼吸を使っていますの使い方で、嗅覚に優れています。なんかすごいですね。続いて、鬼殺隊について解説していこうと思います。鬼殺隊とは、鬼を狩ること、鬼を知ることを目的として作られた隊です。その数は総勢数百名と結構いっぱいいますね。この組織は政府から正式には認められてない組織です。だから、公に剣とかを、ね、こうやって持ち歩くことができないので、隠れ方を夜狩る感じですね。はい。鬼とは、人を食ったり襲ったりする鬼殺隊の敵です。鬼を倒すには鬼の首を切ったり、太陽の光を当てたりと、鬼が苦手とする藤の花の毒を注入したりという手段があります。鬼殺隊には階級があり、最上位は柱の9人であります。その下には10段階で分けられた階級があります。そして鬼殺隊では、鬼を滅ぼす刀は日輪刀を使い、日々鬼を飼っています。はい、以上です。はい、ということで、ここからクイズに入っていきたいと思います。楽しみ。今の解説めっちゃわかりやすかった。ありがとうございます。一つ一つに注意してみますね。わかりやすかった。クイズにやっていきます。はい、第1問。鬼を倒せる刀の名前は、はい、エコさん、日輪刀。正解です。日輪刀です。ね、エコ知ってた。妹が見てるんだよ。え、これは知らない。ええ、さっき知ってた。さっき知ってた。そうです。ちょっと待って、正解です。このシーンいいよね。分かります。いいよね。第2問です。鬼を倒す剣士たちが集まる組織の名前は、え、連続そっと正解です。はい、じゃあ次3問。主人公炭治郎が使う呼吸は何でしょう。水の呼吸か、火の呼吸。答えには水の呼吸しか書いてないんですけど、かっこいいですね。かっこいいね。はい、じゃあ次第4問です。鬼が苦手な花は何でしょう。あげさん、藤の花。綺麗。どうですか、あげちゃん。え、でも今のところ全部そうそうそう、解説で言ってたところ。次、第5問です。鬼殺隊の中で最も位の高い9人の剣士を何と言うでしょう。いいです。じゃあ、有吉さんどうぞ。柱正解。柱ですね。じゃあ、皆さん名前わかりますか。わかる。一番好きな柱は誰ですか。え、コチオス様かな。選べない。でも、めっちゃ来る。でも、選べないよね。魅力がね、いっぱいあるので。
本当にいいので、ぜひ見てみてください。はい、第6問です。ここからは鬼滅の刃クイズ上級編です。上級編わかんないかも。これはね、なんていうの、さっきの解説では出てこなかったようなちょっとレベルの高めのクイズが出ますので、皆さん頑張ってください。レナちゃんにはヒントを教えた方がいいです。そうですね。じゃあ第6問、ねずこがいつも加えているものは何でしょう。レナちゃんわかるんじゃない。あ、じゃあレナちゃん、竹の、はい、正解です。竹の口かせになります。いや、口かせまでわかったよ。お、大丈夫、やっぱ呼び込んでるからね。はい、じゃあ続きまして第7問です。善逸の髪の毛が黄色になった理由は何でしょう。こっちゃん、道近かったから違います。はい、次。はい、じゃあ、めかちゃん、雷に打たれて正解です。正解は、雷が落ちてきたからです。これね、稽古を逃げ出して木の上に登ってて、才能が泣いたよーって雷落ちてきて、だったら、そしたら黄色になっちゃったっていう。昔は黒でした。はい、じゃあ次、第8問いきます。炭治郎の誕生日は最近だったよね。最近だったよね。え、待って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 、最近の誕生祭、お待たせしました。じゃあ、りあちゃん、7月の21日。違います。7月16日。違います。え、最近だよね。あ、はい、7月18日。違います。はい、7月15日。正解です。14日です。ありがとうございます。正解は7月14日になります。おめでとう誕生日。何歳かな。10… でもアニメのキャラが変わんない。そうそう、永遠のマルコちゃんとかも永遠の世界中から。はい、じゃあ次第9問。イノスケの好きな食べ物は何でしょうって。ヒントはですね、給食行った時に、富士の館で行った時に衣についた、はい、あれでございますって言ってましたよ。衣のついたあれでございます。おかわり。なんだろう。天ぷら。正解です。じゃあ天ぷらです。イノスケはね、イノスケか。そう。え、あの、下で今全員と思った。全員とうなぎが好きですよ。はい、ではじゃじゃん、10問目です。じゃじゃん、水の呼吸10の方。はい、え、どうぞ。静川もんずき。違います。はい、それ7の方ね。はい、どうぞ。水面切り。それ1の方です。違います。待って待って待って、はい、滝つぼ。違います。それ8です。回るっていう感じで、生々しいに流れるに全然です。ちょっとなんとなくで予想していってみてください。何でもいいよ、何でも思ってる。ちょっと待って、何倒すための技だって。似てます。生きて流れてコロコロです。清流回転。惜しくない？めっちゃ似てる。あの、清流性の性が2回つきます。清流性、清流性で流れるコロコロ。あ、これですか。はい、あ、そうです。あ、清流流点。あ、めっちゃ惜しい。めっちゃ惜しい。じゃあ、ひなこちゃん、めっちゃ似てる。わかんないです。リュウリュウ前？違います。それが方です。え、なんで？リュウリュウ。あ、わかった。はい、先生の点。正解！ありがとうございます。めっちゃ似てる。先生の点って言ったらめっちゃ似てると思って。これはもう鬼滅ハマるんじゃないかなって思うぐらい。っていうか、いい感じなんで、ちょっと鬼滅の刃ぜひ見てほしいなって二人に思います。面白い。面白いですよ。トランジもかっこいいし、エイプもみんなかっこいいんで、ぜひ見てほしいなって私は思いますね。すごい技試してるから、どんどんポン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 言うけど、でもそれだけ分かんなかったっていう。はい、先生ではですね、回転するほど威力が強くなるみたいになっています。はい、ということでクイズ10問終わりです。終わりー。じゃあ正解した数をちょっと見ていってもらおうかなと思います。エコちゃんから2問。え、すごいくじ。先生、エラちゃん1問。すごい、もうこれは才能があるから、ぜひ見てください。
そう思います。じゃあ次、あやちゃん。もうすごい、もうこれはもっと読み込んだらもうマスターできるんじゃないかなって思います。次、何かも3とか4とかかな、4か3ぐらいですね。それで読んでたかな。すごい、だって炭治郎出身じゃないね。でも解説で分かった。おー、これは頭いい。はい、ということで皆さんどうでしたか。秘密の画像を見てるだけでテンション上がります。レラちゃん、どうでしたか。1問しか正解できなかった。できなくて、とても難しかった。かわいい。見てみたくなりました。はい、ちょっと見てみようかなって。おー、やった。ぜひ見てみて。ただそう、ただそう。え、ちゃんとでしたか。上級編みたいなのでも結構分かると思ったんだけど、上級編結構難しい。難しい。アニメ見てたら多分今の方が全部できると思うので、また理解してみてほしいなって今思います。はい。いや、それでね、もう全員4人が鬼滅大好きになってくれたら嬉しいなって思っちゃいました。はい、ということで優勝はひめかちゃんかな。わかんない。ということで楽しかった。で、豪華景品はですね、鬼滅の刃のシールの入ったウェハースのプレゼントです。嬉しいよね、ウェハース。ね、ウェハース好き。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。